リサ・ラッツは、アメリカ合衆国の作家。代表作は、家族みなが探偵のスペルマンやシリーズ。1970年、南カリフォルニア生まれ。カリフォルニア大学サンタクルーズ校、カリフォルニア大学アーバイン校、イングランドのリーズ大学、サンフランシスコ州立大学で学ぶ。1990年代は、私立探偵など低収入の仕事をしながら、 プラン B という大衆コメディの脚本を書いていた。同作は2000年の作品で、バラエティ誌で、周りくどくて、面白くないと評された。2004年、カリフォルニアで、諸女作、門外不出探偵家族の事件ファイルに取り掛かり、雪降るニューヨークで完成させた。その後、西海岸に戻り、第2作の執筆を始める。現在は、サンフランシスコに暮らしている。 スペルマンやシリーズは、探偵事務所を経営する、仲の良い者の,の疑り深い家族が互いを調べ合うのに、時間を費やしている。第一作、門外不出探偵家族の事件ファイルでは14歳の、レイ・スペルマンが誘拐されるサスペンスフルな物語で、ある。2008年、同作は、アレックス賞を受賞し、アンソニー賞新人賞、マカビティ賞新人賞、バリー賞新人賞、 イリ,リス賞にノミネート、ニューヨークタイムズのベストセラーリストで第27位にランクインした。パラマウント映画は、プロデューサー、ローラ・ジスキン、監督、バリー・ソネンフェルドで映画化の権利を得た。スペルマンシリーズ第2作カーズ・オブ・ザ・スペルモンズは2009年に、アメリカ探偵作家クラブのエドガー賞長編賞にノミネートされた。ありがとうございます。